はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。書き殴りイラストでわかる、土佐日記の気境のお話です。冒頭は、今日に入り立ちて嬉しから始まってます。京都に入って嬉しいって始まってますので、最初はものすごくテンション高く、やっと帰ってきたぜって始まってるんですが、こう続くんです。家に至りて角にいるに月明ければ、意図よくありさま見う。 さあ、家について門の中に入る。すると、月が明るいので、とても中の様子が見えると、ありさま様子ね。お月さんが明るいから家の中の様子がよく見えます。すると、聞き師よりもまして、聞き師の死は過去の助動詞のキーの連体形、正マルキし。しかまるの死。つまり、聞いていた、噂に聞いたよりも以上に、つまり、噂に聞いた以上に、誘拐なくぞ、こぼれ破れたる。 もう何とも言いようがないほど壊れ破れていると。家に預けたりする人の心、家に預けていた人の心も荒れてしまったのだな最後のケリはね、ただの過去の助動詞のケリではなくて、中に入ってあまりのショックに込めてる気持ち、つまり英端、嘆きの気持ちが入ってるケリなので、過去ではなくて英端だろうね。とにかくこんな風に隣の人に預けていたのに、家はボロボロでした。さあショックで。 中垣こそあれまだ続きます嘆きは中垣こそあれ一つの家のようなれば望みて預かれるなり猿は頼りごとに物も絶えず餌せたりさあ中垣こんなに中に垣根はあったんですよ家に。 書き根はあったんだけど、お隣さんと一続きの家のようである。一つの家のようであるので、望みて預かれるなり。主語はね、隣の人。Thank you って言ってるね。この隣の人が望んで預かったんだ。あ、私がやっとくよ。俺がちゃんと預かっとくから安心して行ってきて。ってな感じでね。そうではあるがね。そうではあるけれども、頼りごとに。はい、頼りはね、お手紙ではなくて、物ののついでとか何かの機械。 マシーンではなくてチャンスの方の機械ね。何かの機械ついでごとに、物も、つまり贈り物ものものね。贈り物も耐えずに得させたり。はい。このさせは私益の助動詞のさせ。つまりゲットさせたんだ。手に入れさせたんだ。こっちからちゃんと送って、この人に手に入れさせてやってたんだぞっていう怒りがこもってる感じだね。 だから、自ら望んだから、本当やったら送り物なんか送らんでもええのに、ちゃんとそれはちゃんとやっててんで、って。だから、周りのものみんな怒ってるんよ。今宵、かかることと、こわだかに物も,も言わせず、みんなね、かかること、かかることって言いたいねん。これはどういうことですかって言いたいねん。つまり、家がボロボロやからちょっとひどいんちゃうんか。一体どういうことやねんっていうのが、つまり、かかること。つまり、クレームね。苦情ね。それを、こわだかに、 大きな声で、物も言わせず。だから、言わせない。この性もだから、死役の助動詞の巣。誰に言わせないかというと、つまりこう、たくさんのに、ね、引き連れてきた人たち。部下とかね。そういった人たちにはもう何も言わせないようにしたと。もう、せっかくのね、帰ってきためでたい冷やししかもまあ夜も遅いし、この今夜はさ、まあやめとこうと。で、辛く見揺れど心しはせんと巣。これね、 つらしというのが、もうほんま家がボロボロでつらいわ。っていう自分の気持ちではないねん。つらしという言葉、えー、古典に出てくるつらしは、ここちょっと赤で書いたけど、白状やって書いたけどる、ね、白状とか冷淡とか冷酷冷たいって意味なんよ。つまり相手が冷たいってこと。扱ってくれた人、自分から預かるって言ったくせに、ちょっとそれ白状なんちゃうんそれ冷たいんちゃうんで、 思われるけれども、ミューレットでね、思われるけれども、志。まあ、あ志を送っとこうか、つまりね、お礼の贈り物かな。お礼の贈り物ぐらいは、千とす。はい、このせは、左辺同士のすやで、ね。こっちのせとちゃうで、死液の上としちゃうからね。下に無というね、何々しようという意思の無があるから、志。お礼の贈り物はしようと思うと。 大人ですね。木のつらやきさんね。大人な対応したわけですよ。けどね、お庭見たらね、もっとひどいんですわ。さて、池べえてくぼまり、水つけるところあり。はい。池のようにくぼまっていて、水が使かっているところがある。まあ、池のことでしょう。ほとりに松もありき。はい、また過去の助動詞の木が出てきました。そばに松があった。てか、あったはずだって感じやな。 いつとせ、無とせのうちに、ちとせやすぎにけん。はい。5年とか6年の間に、千年が過ぎてしまったのだろうか。はい。この2は、完了の助動詞のぬうの連用形の2。けむは、過去の水量、過去水量の助動詞その上に、やーという疑問の形がある、疑問のかかり助詞があるので、千年が過ぎてしまったのだろうか。答えはなくなり、一部分は、 なくなっている。松ってなかなか枯れないはずなのに、一部分の松はなくなってしまっていた。ニーケリアからね。2完了プラス過去の助動詞ケリ。今置いたるぞ、混じれる。なんや、この木。今生えたようなちっちゃい松まで生えとるぞ。こんなとこ松なかったはずやのに。言うと思ってんねん。大方のみな荒れたにたれば、哀れとぞ、人々言う。もうね、大体が荒れてしまっているので、哀れ。 人が言ってんねこの哀れはね古典の哀れっていうのはしみじみとした感動これは悲しいことにも嬉しいことにもいろんなことに使う言葉ここではね感動しああおーうーというような言葉なのでああなんてひどいことだってな感じかなと人々が言うとさあ家はボロボロなんですよそれに加えてですねきつ思い入れぬことなく思い恋意識がうち さあ、もうね、懐かしさにね、思い出さないことはない。そして、重い恋意識がうち、つまり恋しく思うことの中で、この家で生まれた女の子。はい、この家にて生まれ死の死。はい、また過去の助動詞のキーですね。かつてこの家で生まれた女の子がいた。それが、諸共に、一緒にって意味だね。帰らねば、打ち消しの図の依然形だね。だから、一緒に帰らないので、 いかがは悲しき。もう、どれだけ悲しいことか。そうなんですよ。木寺明さんには、娘がいたんです。この娘が、一緒に帰ることがなかった。土佐の国で亡くなってしまったんですね。けど、よう考えたら、ちょっとここのあたり、えー、あれこの作者、女性じゃなかったのっていう設定なんだけど、作者、自称女性の設定がちょっとブレてます。仕方ないね。自分の子供のこと書いてるんだから、どうしても気持ちが強くなってるんでしょう。でね、 船人も皆、子たかりてののしる。さあ、一種の船に乗ってきた帰ってきた人ってことです。土佐の国からね。帰ってきた仲間たちもみんな、子がたかって、つまり子供が群がって集まってののしっている。ののしるは悪口を言うじゃなかったね。大きな声で騒いでる。わわ、キャーキャーと騒いでる。つまり子供が集まってるのを見て、はあ、私の子供も一緒に帰るはずだったのになって悲しく思ってるってこと。 さあ、この悲しい思いをね、こう続くんですよ。かかるうちに、なお悲しきに絶えずして、密かに心を知れる人と言えるくる、言えるける歌。はい。こう、そのこうのしてるうちに、やっぱり悲しさに絶えず、耐えられないで、密かに作った歌がある。誰と心を知れる人。心がわかっている。つまり、私の悲しみがわかっている人と、作った歌がある。言った歌があるんだ。って このね、密かに心を知れる人って誰やねんって昔からいろんな説があるんですが、作者がね、先ほどはちょっと作者ブレてるって話をしましたけど、やっぱりあの、妻のことじゃないかって言われてます。一緒にね、子供の亡くした悲しみがわかる人だから、奥さんのことじゃないか、妻じゃないかって言われてます。その人と一緒に作った。まあ、あの、読んだ歌がある。生まれしも帰らぬものを我が家のに、小松のあるを見るが悲しさ。 この家で生まれた子供も土佐の国で亡くなってしまって帰らない。というのに、私の家には前はなかったはずの小さな松がある。それを見ると、こんなところに小さな松がある。新しい命が生えている。しかし、私の子供は帰ってこないんだ。っていうから、とても悲しいよ。っていう松と設定が、新しい松が先ほどあの嘆いてる描写でしたけど、 この短歌の、まあ、伏線のようになってるんですね。二人でだから、まあ、あの、泣きながら、あの、呼んでるわけですけど、生まれた子供が帰らないことを悲しんでます。で、これで終わりかというと、もう一つ短歌を作るんですね。なお、開かずやあらん。かくなむ。いや、それでもまだ、満足しないのであろうか。さあ、ここでちょっと作者設定が戻りました。女性の設定に戻りました。 客観的な描写になってます。やっぱり満足しないのであろうか。また、かくなむ。もう一個困難を作ったよ。みしひとの、松のとせににましかば。遠く悲しき別れせましや。亡くなったあの子が、松のように千年も見ることができたならば、遠い土佐の国で、悲しい別れを、することがあっただろうか。 いや、いやでね、半語でね、いや、そんなことはなかっただろうに。亡くなってしまった我が子、それが、松のように千年生きることがあるならばという、反日仮想ですからね、事実に反すること。女の子もう亡くなっちゃってるからね、それを想像し、えー、それを仮に想像して、どう思うのか。遠い土佐の国で、 永遠に別れることになった悲しい別れ。そんなことをすることがあっただろうかいや、そんなことはない。という、同じように亡くなった子供を悲しむ歌を、ましかばましというね、半日仮想の公文。どちらも半日仮想の意味ね。また、半日仮想の意味については、しっかりと文法書などで復習しておいてくださいね。この二つの単価を込めて作って、 とさ、えぇ、ー、木のつらやきさん、悲しみを最後表現しました。そして、とさ日記エンディングです。別れがたく口惜しきこと多かれ。忘れがたく口惜し。残念かな。残念なことも多いけれども、え、尽くさず。はい。えというのは、下に来ているこの打ち消しのずっとセットになって、何々ができないという不可能を表します。関西弁のね、あの、そんな妖精せはとかいう時の用と一緒です。 うが一番近いです。そんなうせえへん。そんなこと私はできませんって意味で使うようにね。つまり、えー、尽くさず。ですから、まあ、もうこんな文章には書き尽くすことができないと言っています。で、ラストなんですけど、とまれ、こうまれ、とく、やりてん。さあ、とにもかくにも、とく、早く、破りてむ。はい。 てーとむ、これね、あの、むがなんちゃらしようという意思の助動詞。その直前に来てるこれ、官僚の助動詞のつなんですけれども、このように、水量の助動詞の直前に来てる官僚の言葉というのは、意味が、脅威。意味を強めると書いて、脅威の意味に変わります。きっと何々しよう。必ず何々しようということです。つまり、こんな日記は早く破ってしまおう。すぐにでも破ってしまおう。てな感じで、最後、えー、終わってるわけです。 はい。というわけで、ここまで帰ってきたけど、こんな日記もうね、あの、破っちゃおうってな感じの、ちょっとユーモアを込めたような終わり方になってるってことです。はい。以上、これで、えー、ト日記が、えー、最終回となってしまいました。えー、しっかりと、文法事項など、特にこの、気境については、助動詞がたくさん出てきますので、助動詞の意味などについては、えー、自分でしっかりと確認してください。それでは、テスト勉強を頑張ってください。さようなら。